大谷さん、チームの秩序を完全破壊。エンゼルスに異常事態が起きている。二刀流で活躍を続ける大谷だが、実は二塁打の数以外の打者及び投手すべての指標でチームトップの成績を収めている。チーム24冠の状態である。これについて米専門家は、大谷がある意味エンゼルスいや MLB の秩序を見出している。どんなスラッガーも防御率は求められない。大谷が MLB の常識を破壊している。24冠は草、エンゼルスイコール大谷です。大谷抜けたら、なんなんやこのチーム、情けないよねー。大谷の10倍練習しろよ。なお大谷さん、打撃は試合前の数十スイングしか練習してない模様。天才すぎー。投手、打者でありながら2試合しか休んでないってすごすぎ。怪我だけには気をつけてもらい、日本にいい話題を振りまいてもらいたいな。やっぱ日本人選手の話題、活躍は嬉しいもんだし、頑張ってもらいたい。エンゼルスは大谷がいてくれるおかげでシーズン終了まで話題に上り続ける。球団的には8月のトレードで放出しなくて大正解だった。今シーズンは個人の数字にこだわってもらって、 FA 後のメガオファーに備えてもらいましょう。エンゼルスのプレイオフがなくなった今、個人成績に集中できることが不幸中の幸い。21年が最高の成績と思えるほど図抜けていたが、それを更新し続けるとは、毎朝ホームランや勝利投手速報を楽しみにしています。ただただ健康で怪我なく、シーズンを存分に楽しんでプレイしてくれることを祈っています。希望を言わせてもらえれば、さよならだを打ってホームベース上で皆に迎えられるシーンを見たい。今年はそこに、プラスで WBC での活躍があるからね。こんなこと、小学生の野球チームくらいでしかできない。アメリカの野球史上、誰も無視えなかった偉業を、同じ時間で共有している。未来の人々は羨ましく思うだろう。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。